ヘンジェル、このゲームですね、作者さんから直々にやってくださいって言われたんですよ。なんな、最近この視聴者が制作者で、その制作者が直々にお願いするこのシリーズ、なんな、俺厳しくいくよ、なんかやるよ、なんか言うよ、結構厳しめに言うからね。もうとりあえずこの女の子に一言言いたい。バッカかわいいやん。なんなんこの子、この子天使だろうね。もうなんかちょっと気持ち悪いこと言っていい？なんかこういう子がドインナンなところが見たい。やろう。あ、ちょっと始める前に一つ言うことあるんだけど、もうこのタイトル画面っていうかさ、もうエンジェルってタイトルじゃん。でしかも女の子めちゃめちゃ可愛いじゃん。この可愛い見た目だけど残酷表現、流血、あと百合表現が含まれてるらしいです。でエンド分岐はなしと、もうなんか一本道のゲームらしいです。じゃあ行きますね。どんなゲームかはね、全然わかりません。一応概要欄読んだんだけど、なんか悪魔と天使の話らしい。なんか、エロいな。かっこエロくね。俺、ジジイなって死んだ時、この子が迎えに来たら喜んで天国行くわ。いや、俺まず天国行けないだろうな。最近、ますます悪魔の勢力が強まってるわ。ソフィアっていうの、これ左の人ね。なんかあれかな、天使の長みたいな感じ。くれぐれも気をつけてね。アロマ。アロマって言うんだ。はい。ひらがなアロマなんだね。ミカエルもね。場違い感すごくね。ソフィア、ミカエル、アロマ、ひらがなって。もちろんです、ソフィア様。バカイケメなんだろうな、こういうちょっと目が見えないキャラって。はあ。二人には厳しい思いをさせると思うわ。私はこの展開を守ることしかできなくて。戦うってこと？あなたたちが頼りよ。なんか一番強そうだけどね、ソフィア。戦うことに一番適性があったのは僕とアロマですもんね。へえ。今日も悪魔たちに痛い目見せてやりますよ。ミカエルは強そうだけど、アロマ強いん？ね、アロマ。うん。いや、エッチ。なんか、強いとかじゃない？なんかもう、格好がエッチだわ。そのちょっとデカめのリボン外したらもう、ただただエッチやん。うん。二人ともありがとう。では今日も頑張ってね。二人の無事を祈ってるわ。はあ。言うてソフィアさん、なんか小指じゃねえや、もう薬指パチンってさ、指パチンしたらなんか全身にそうじゃね。ちょっと待って、ちょっと音量でけえわ。よし、こんくらいでいいか。ここ天使の住む展開は、魔界に住む悪魔たちに日々襲われている。はあ。悪魔たちは天使を全滅させ、展開を乗っ取ることが目的。うん。でも悪魔たちもちょっと下心あるんじゃねえの。こんな可愛い天使いてさ、ねえ、こんなエッチな格好してる天使いたら、それはちょっと、あ、持ってこってなるじゃん。持って帰ろうとしてんじゃねえの、全滅じゃなくて。それを防ぐために戦うのが大天使であるアロマたちの使命。大天使なんだ、アロマちゃん。あら、かわいい。それは分かってるんだけど、アロマ、アロマ本当は一人称アロマなんだね。悪魔さんと戦いたくない。ああ、争いは好まないタイプか。まあでも見た目とかで大体そうだよね。これでめちゃめちゃ好戦的だったらびっくりだもんね。普通にね、悪魔の首引きちぎったりとかさ、やだな。アロマ、早く早く私を思い出して。なんだ、なんか推理始まる？魔界。ああ、なんか魔界だね、しっかり。あれ、アロマどうしたんだっけ。え、お前単身で魔界行ったん？いつの間にか。そうだ、魔界だ。もう悪魔さん退治の時間か。悪魔さんと戦いたくないだなんて、そんなのただのアロマのわがままだ。でもどうしてアロマはこんなに悪魔さんと戦うことに躊躇してるの？好きな人いるんじゃない、悪魔の方に。悪魔さんと戦わないと展開が滅ぼされるかもしれない。それにアロマは悪魔さんと戦うことが使命、使命を果たすこと、それがアロマたち天使の運命なのに、アロマはどうして使命から逃げたいの？元悪魔なんじゃね？いや、それは無理か。悪魔から天使、ん？天使から悪魔って打点じゃん。そう、逆版みたいな感じか？アロマ、準備はできたかい？ちょっと待って。お前そこにいたら、お前悪魔みたいになってるぞ。コウモリの鼻のせいで、お前、もうなんか頭からなんか悪魔の耳入ってるみたいになってるけど。お前そうなんか、実は。悪魔ども、迎え撃つよ。おう。あ、うん。この二人だけ？悩んでも仕方がない。
矢でも倒さないと。え、今から戦うの？かわいいな。あんま強くないだろこいつ攻撃。クソ弱。これは勝てるやろ。一体目全然強くなさそうだよ。俺でも勝てそうだもん。なんかねえ、両手で引っ張れば死ぬやん。二体目こいつらしか出てこないの？こいつら余裕よ。三体目何体くんの？一気に来い一気に。ねえ、映画のなんかあの戦うシーンみたいにわざわざ一人一人戦いに来るやつ、そういうパターン。最後の一体、俺思うんだけど、ああいうなんかそういうアクション映画でさ、必ず一人一人こう戦ってくるじゃん、周り囲んでんのに。みんなで一気に叩き込めばさ、主人公死ねよね絶対。最後の一体一気に来いって。お疲れアルマ、今日も楽勝だったね。あれは楽勝やろ。うん、やっぱりアロマの力を奪う能力は最強だね。あ、そういう能力なんだ。力を奪うって、え、悪魔から力を奪ったらやばくない？ミカエルの時を戻す力もすごいよ。いや、もうお前一人で十分や。何でもありやん。はは、ありがとう。無事今日も悪魔どもを倒したし、早く天界に戻ろう。そうだね。いや、こりゃ大天使だわ。何時間戻すって。ミカエルだけでいいや。天界ね。ソフィアなんなのじゃ。ソフィアやべえんじゃね。お疲れ様二人とも。今日も二人が無事で何よりだわ。うん。今日も楽勝でしたよ、ソフィア様。アロマと僕がいれば、悪魔どもなんてどうってことないです。うん。よかったわ。でもくれぐれも油断しないでね。今日はもう疲れたでしょ？ゆっくり休みなさい。うん。大天使他にいないの？また推理か？悪魔さんが襲いに来る限り、アロマたちはそれまでずっと戦わなくちゃいけない。いつまで戦い続ければいいんだろう。いや、あっち側の幹部倒せやいいやん。ねえ、悪魔産ませなきゃいいじゃん。悪魔さんを倒したくないなら、そうだ、いっそのことお前もう病んでね。もう天使じゃないやん、もう。アロマやめて、そんなこと考えないで。アロマ、え、ねえ、もう目のハイライト消えてね。これ最初からだっけ。また悪魔退治の時間だね。もうミカエルもいるね。アロマ、なんかいつもと様子が違うように見えるんだけど、気のせいかい？アロマはいつも通りだよ。全然違えだろ。気のせいだよ。いや、もう顔。そうかい。ならいいんだけど。さあ、悪魔どものお出ましだ。またあいつら？いや、もうこいつらが出てきても、なんも、ん？あ、戦わないのか？おい、あ、お前死ぬ気か？倒さないよ。でも、こいつ殺せるほどの力ある？ね。なんか痒いぐらいじゃね？悪魔さん。さあ早く。私を殺してか？アロマを殺して。え、死んだやん。グロ。そうだね。え？本当にグロいやん。これで、やっと、悪魔さんを倒さずに終わったやん、このゲーム。あ、まあ。あ、ロマ。起きて、アロマ。え？よかった、アロマ。人間じゃないから死なないんか？心配したんですよ、アロマ。蘇生できんのかな？おお、綺麗だね。アロマは、あれ？ん？あまり無理をしないで、アロマ。あ、てか、そっか。ミカエルの力があれば死ねないやん。だから、アロマが死んでしまった瞬間にミカエルが力を使って。だから、言っちゃえばアロマちゃんがどうしても死にたいならミカエル殺さなきゃいけなくね？あまり無理をしないで、アロマ。ミカエルが力使ったんじゃねえの？君は魔界に着いた途端、気を失ってしまったんだ。悪魔どもから命からがら逃げてきたよ。アロマとじゃなきゃ、悪魔には歯が立たないからね。うん。ごめんなさい。え、これ記憶は引き継がれないんだよね。ミカエルが力使ったんじゃねえのだから。とにかく二人とも、大ごとにならなくてよかったわ。さあ、早く休みなさい。これミカエル最強すぎん？
いや、ソフィアとかも殺せちゃうくね、ミカエルがもしなんか裏切ったりとかしたら。アロマは確かに悪魔さに貫かれて死んだはず。あ、記憶はあるんだな。ミカエルの時を戻す力を使ったのかな。それ以外なくない？死ねないよ君。力。そっか。アロマ、わかった。思い出した。悪魔さんを倒したくなかった理由。それに、アロマは死んじゃいけなかった。あなたを、助けなきゃ。なになになに、結構、テンポ早く進むな。またもう一回ね。アロマ、本当にもう体調は平気かい？無理して今日は悪魔を倒しに行くことなかったのに。まあ、アロマが言うなら従うけどね。うん。まあこれ、立場的にアロマの方上なの？うん。じゃあ、倒させてもらうね。やっぱミカエルやんの？ミカエルやったらでも本当に悪くね？時戻せなくなるよ。やる？お前もう悪魔側になるぞ。やるか？やる？一発やん。あなたの力奪いたかったの。あ、そっか、力奪えるんだ。最強になっちゃった。え、ごめんね悪魔さん。あの子が生きてるって思い出したから、もう戦いに躊躇なんてしないの。攻撃。ミカエル。あっさり死んだぞ。あ、めっちゃ殺してる。下級の悪魔さん全員倒せたかな。厳しいけど、上級の悪魔さんたちも全員倒して全滅させなきゃ。上級も楽々殺せんだもんな。そっか、力も奪ってるしね。全てはあなたを助けるために。誰？まだ出てきてないでしょ。はあ、これで全員さすがに疲れたな。でも頑張らなきゃ。展開に行こう。おう。え？展開行ってソフィアも殺すんかな。ちょっと待って。うわら、殺した。アロマ、お帰りなさい。ミカエル、帰ってこねえよ。どうすんだよ、バレるぞ。この間倒れたばかりなのに、勝手に悪魔退治に行って心配してたのよ。とにかく帰ってきてくれてよかった。攻撃って出んなよ。ところで、ミカエルの姿が見えないようだけど。出んなよ、攻撃。ソフィア様、アロマね、悪魔さんたち全滅させてきたよ。てかさ、これ展開本当にこのこいつらしかいないの？あとはもう本当にただのちっちゃい天使みたいな。え？それは本当なの？アロマ。あっさり終わったぞ。でもね、アロマ、それだけじゃ満足できないの。あ、ここのみんなにも消えてもらいたいの。急すぎるって。ねえ、君、何、俺まださ、感情移入できねえわ、まだ。だってさ、一回悪魔戦いたくない。その後ね、わざと死んで、で、生き返って、で、ミカエル殺して、早えって、展開が。理由後々わかんのかな？あ、何もしてねえで勝手に死ぬな。俺ボタン押しないぞ。おい、アロマ勝手にゲーム進めんな。が、ソフィアさん。ソフィア様に恨みはないんだけど、すべてはあの子のためなの。ソフィアさん、ソフィアさん、力見して、一回。めっちゃ強そうなのに。え？あ、やめ。戦え。ソフィアさん！なんで抵抗しねえんだよ。無理かでも。さすがに強すぎるな、アロマちゃんが。あ、死んだ。嘘やろ。バイバイ、ソフィア様。さあ、早く、他のみんなも殺さないと。お前、超悪魔やん。悪魔も殺して、なんなお前。ああ、もうみんな殺してる。みんな殺してるよ。誰を助けたいの？これで、やっと。ハイライト戻ってんな。なんでここで笑顔見せんだよ。今まで一度も見してねえのに。待たせてごめんね。サタナキアちゃん。なんだサタナキアって。普通にあれか、ミカエルとかと同じなんか実在するみたいな天使？
何サタナキアって。かわいい。何この吸血鬼みたいな子。まったく。無茶しすぎよ、アロマ。誰？天使じゃないやろ、絶対。サタナキアちゃん。サタナキアちゃん！よかった。また会えて。この子が天界も悪魔も滅ぼすほどの子なの？滅ぼさなきゃいけない子なの？吸血鬼じゃね？でも悪魔と天使の下ぐらいじゃね？ランク的に。なんか吸血鬼って。そんなイメージない？私がまだ、幼少期だった頃。あ、サタナキアちゃんね。天使と戦えるぐらいの月日が経った私は、早速天界を奪うための戦いに駆り出された。あ、悪魔なんだ、しっかり。そこで出会ったのが、アロマだった。うん。かわいいな。この時はずっと笑顔だったのだな。なんだかすげえ髪型したの今。これが天使。うん。あ、惚れたんか。あ、ユリ表現ってそういうことか。なるほどね。だから悪魔と天使で恋しちゃったってこと？お互い。いいな。二人ともかわいい。俺に惚れねえかな、この二人。一目見ただけで、私はアロマに心を奪われてしまった。あ、いや、一目惚れなのね。気がつくと。私はアロマにチャームさせる力をかけていた。あ、なるほど。じゃあアロマちゃんは別に本心で好きなわけじゃないじゃん。それから私は天使を退治する時間にアロマに会いに行っていた。二人で周りにバレないよう隠れて一緒に話して一緒に遊んで、ずっとこんな関係が続いてほしいと思った。いや、それであのなんか和平組むみたいなできないの？でも幸せな時間は長くは続いてくれなかった。ああ、ミカエルね。ここで何してるんだい？他の天使に見つかってしまった。はあ。寝返ればいいやん。ねえ、天使天界の方に。アロマ、早くこいつから離れるんだ。待って、ミカエル。サタナキアちゃんはいい子なの。でもまあ、魅了されてんだよね。いいかい、アロマ。君は騙されてるんだ。君が油断したところを狙って、殺そうとしてるに違いない。ああ、でもそう思うのが当たり前か。悪魔だしな。違う。サタナキアちゃんはそんなことしない。アロマは僕の言うことより、あの悪魔を信じるっていうのかい。ここで一回殺されてんじゃね、ミカエル。あ、でもそっか、無理か。普通に時戻せないか。アロマは僕のことだけ考えてればよかったのに。アロマモテモテじゃね。そんなの許さないよ。ん？で、力使ったのか？気が狂った天使は、私を殺そうとした。あ。いやー、サタナキアちゃん。あ、まあ、ミカエルには勝てないだろうな。その瞬間。でも、チャーム使えばよかったんじゃね？なんか全員聞かないのかな？その瞬間、死んだと思った私は、アロマの中にいた。ん？アロマは私が殺されそうになる瞬間、自分の力を使い、私の全てを奪ったみたいだ。あ、なるほどね。でも、その直後、異常な髪型したからもう一回読むね。でも、その直後、アロマも天使に力を使われ、また噛んだね。でも、その直後、アロマも天使に力を使われ、私を過ごす前のアロマに戻ってしまった。私のことは全て忘れて、私を奪ったことさえ記憶になくしてしまった。アロマの中に閉じ込められた私は、アロマの潜在意識に語りかけた。アロマ。ああ、これがじゃあもうずっとサタナキアちゃんだったんだね。早く、私を思い出して。でも、これさ、サタナキアちゃんはいいの？悪魔滅ぼされたよ。戻るとこないよ。もう、とりあえずアロマがいればいいんか。アロマやめて。そんなこと考えないで。チャムってすごくね。アロマ！ああ、えぐ。てか、あの悪魔強かったんだな。これが効果があったのかどうかはわからないけれど、こうしてアロマを思い出し、私は元へ戻れた。まあ、二人が幸せならいっか。この二人可愛いし。まさか私が助かる方法が、こうなった元凶の天使の時間を戻す力を使うこととはね。ミカエル。なんか複雑。ともかく、サタナキアちゃんが無事で本当によかった。それはこっちのセリフよ。私を助けるためとはいえ、悪魔と天使を全滅させるなんて、ここまですることなかったのに。
アロマはサタナキアちゃんだけがいればいいの。でもこれチャームがかかってるから、アロマちゃんねえ、いずれ溶けたりするんじゃないの？その時どうなんだろうね。もういやもうとか、お前頬あからめてるけど、お前チャーム使ってんだよ。純粋に惚れてねえんだよ。チャームはとっくに解いてるのに。解いてんかい解いてんのかい本心で好きなんかい。アロマはサタナキアちゃんにチャームをかけられる前から。いやそうなの？とっくに落ちてたよ。いやちょろいちょろバカちょろいやんけ、クッソちょろいやん一目惚れした悪魔とちょろい天使と、なんかめっちゃ強そうなのにあげなく死んだミカエルと、何もせず死んだソフィアいや面白かったな。 Thank you。 結構早く終わっちゃったな。うわ、いやまあ可愛いからいっか可愛いもんだってねえ、すげえ可愛いわ。父ねえなどっちも変態ゴミゴミクソ発言、まあ、父ないのがいいな逆に。これで父やったらなんかね、ロリー巨乳、いや、まあ、どっちもいいんだ、何の話ということで、エンジャイオというゲームでした。なんか思った以上に短編だったんですけど、一つ分かったのが、視聴者がゲーム制作者で、その作ったゲームを俺にやってみてくださいって言って、俺に送ったゲーム、大体グロい。うん、大体ちょっとグロい。あと、悪魔弱。悪魔が弱いのか、天使が異常なほど強いのか分かんねえけど、悪魔不憫すぎん。